デイトナインターナショナル。さあ今回 MC は国沢です。お願いします。そして、はい、漫画家伊藤美美香です。よろしくお願いします。お願いいたします。やっとです。はい、やっと鹿児島について綺麗なとこに来れました。ようやくです、ね、そうですね、ずっと暗いとこ、はい、墓見たりトンネル見たりしかしませんけれどもようやく綺麗なとこ来れました。綺麗です。心霊スポットじゃないですよね、ここは。綺麗なんですけど、うん、ここから下っていくと、うん、有名な首吊りの木と呼ばれる心霊スポットがあります。きっしょい、嫌なの。めちゃくちゃ嫌な名前。え、ね、首吊りの木ですか。なぜか、うん、そこの木だけで皆さん首を吊りに来られるっていう心霊スポットで、はい、はい、え、その木のみなんですか。その木だけなんですよ。で、いろんな木があるのに、もうこんな木があるのに、ね、めちゃくちゃありますよね。その木で皆さん首を吊るんです。え、じゃあそこに行かれた時に何か感じたりとか見たっていうのはあるんですか。うちで心霊スポット撮った時に、うん、なんかね、あの、私が見たあそこにおじさんがいるって言った場所に、なんかこうもやが動いてる映像が撮れたりとか。うわ、映像残ってんのかい。残ってます。特にあの落ち込んでる男性だったので、はい、気をつけまた気をつけてください、ね、こうネガティブの人に頼られちゃう人はちょっと気をつけてもらいたいなと。いや、そうなんですよね、はい、また強烈なあの、うん、ついてくるかもしれないんで、またあの背中バーンやってください、ね。わかりました。まだ何かあったらやります。ちょっとやりましょう、はい。じゃあ結構じゃあヤバめの感じなんですね、今回は。いや、でも昼はこんな感じなので、うん、どこまでこうその夜の雰囲気になってるかわからないかな、はいはいはい、ちょっと、まあ、行ってみないとわかんない。行きましょうか、とりあえずね。とりあえず行ってみましょう、はい、はい、よいしょ。わあ、めちゃくちゃそんな感じしないぐらいのどかで綺麗なのにな。そうなんですよ、そうなんですよ、はい。さらにこの下にそうめん流しで有名な地岩寺そうめん流しがあって、はい、皆さんの憩いの地なんですよ。じゃあめっちゃ愛されてる土地なんだ、うん、愛されてるんですけど、はい、そこの一箇所だけ、うんうん、なんだろうね、やっぱ呼ばれるっていうもんなんですかね。またそうですね、うん、結構でも自殺の名所って、はい、そうレジャー施設の近くって多いじゃないですか、はいはいはい、あの楽しい思い出を胸にそこの地でっていう考え方が多いんじゃないかなと思ってます。でもそうですよね、家族との思い出とか辿っていって寂しくなってみたいな、うん、そうそう、うん、なんかあったんでしょうね、はい、そう考える。ここを下ってって、あーここだったかな。ちょっと待って、もうなんかもうあれっていうのが、あれっていうのが分かりました。分かりました。もうあれじゃん。そうですね、なぜかでもあれなんですよ。行きますか行きますか。行きましょう。いや確かに、うん、ここのガンと別に綺麗なんですけど、うん、整えられてるんですけど、何かこう独特の感じというか、うん、空気感が。そうなんですよ。でもあれじゃんっていうのもすぐ分かるし。そうですね、来ましたね。あ、なんとなくこうまた一気に私的には感覚が変わったかな、うん、いません？大丈夫ですか今？今はうん、そうね、こっちから見るといないんですよ、うん、いないけど、はい、皆さんこの後ろ側でこっちから見ると、はい、なんかね、残像が残ってんですよね。後ろなんだっていう、うん、二股になってるところにかけて、うん、乗り越えてそこでってことだよね。乗り越えてですね。でもなんか不思議と見たときに、なんかここでこうだろうっていうのはイメージすぐつく気というか、うん、多分この木自体がすごく有名で、
なのでどの木だろうと思ってみんなあこの木かなって思うんだと思うんですよね、うんうんうん、ちょっとここは念が重いんですよ。だからでもだから、うん、ひっそりなくなりたいっていう方じゃなさそうですよね。その発見をしてほしい、思い出があって発見はしてほしい方、うん、な気がするんですよ。反対側から見ると、うん、こう木がありますでしょ。こうあります。で、もう一個こう大きい木があります。うん、なんか多分、うん、これが下でしょ。ちょっと離れたここら辺になんかでこうなんだろう人をまだなんかこう人の形してないなんかこう白い塊が見えていて、なんとなくこの通りから見えないようにはこうなんだろう遠慮してそっち側にいるっていう感じがすごいこういう感じで白い塊が見えていて、まあでも完全にシルエットはもう首くくってる状態みたいな感じなんですね。じゃあさあ何だろう、あんまり、言いたくないというかあんまりこういうのにいつも触れないようにしてるんですけど、うん、あれですね、なんかあの見ようと思えばいろんな人が見えちゃうんでちょっとかわいそうかな、うん、のであんまりぼやかしてこっちが見てる。あ、これはそのなんかこう念の塊みたいな、ちょっとその人が寄ってくるその人たちのこうエネルギーの塊で、これがあるからなんとなくこうなんだろうロープをかけてこの木のこっち側でっていう風に、要はなんか目印みたいなものですね、うん、なんかその哀愁ある感じに見えるのか、その強力、うん、なんていうの、強烈的になんか引っ張ろうとしてるわけではないっていう感じ。いや、もう哀愁ですね。この、うん、なんだろう、思い出の哀愁っていうのがこの前も見えたんですけど、なんだろう、幸せだった頃と置いてかれた肉体のなんかこう温度差みたいなものが残ってるって言ったらわかるかな、なんかそういったもの。あ、でもむっちゃわかります。うん、多分その。なんだろう、うん、見る人が見るといっぱいこうぶら下がってるように見えるのかなって思うけど、あんまりそれを、うん、すいません、なんかあんまり私がそういうの言うの好きじゃないので、うん、そうですね、でその幸せに死にたい人は多分死にたくないので、自分はもうこの世にいらないって考えが強いので、そういうなんだろう、こういう悲しい念を残すっていうか、なんで、なんかこういうとこの方が、こう、そのさっきの橋とか、うんうんうん、こういうとこの方がなんかこう、心臓をこう、つかまされるような感覚はすごいするんですよね。あと足がふらついたりとか、うん、そうです。この間そこに、この間、中年の男性が映ったのが、なんか、そこら辺、うんで、私が見たときにいましたね。じゃあちょっと行ってみますか、そちらも。そうですね。はい。はあ、ここにいて、ここにいましたね。あ、ここに、うん。その時は下から見てて、うんうん、で、なんか上で人がいるって言って見て。あ、このベンチにいたんですか？ベンチじゃなくて。ここら辺になんか、うなだれて立っていた感じですね。へー、うん、もうだからさっきなんて僕にこうやってこういう感じですか、だから黒い人が、はい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 、ここ、うん、そんな感じでうなだれていて、うん、その時話を聞いたのかな、ちゃんと、うん、聞いて、そしたらここまででなんか止まってくれて終わった、でついてこなかった。私たちその時下から行ったんです。うーん、じゃあこの人もおそらくあの木で亡くなられた方のっていう、はい、そうですね、うん、そうですね、その人は借金かなんかだったかな、なんか、うん、で
家族のことを心配して、なんかそうこの木ってそうなんですよ、なんか人の自分のために命を絶つんじゃなく、うん、なんか人生悩んで家族と離れてとか、うんうんうん、なんか自分がいなくなった方がって誰かの犠牲のための人が、うんうん、多いのかなっていう念が感じます、うん、だから本当になんか孤独になってとか、うん、そういうことよりもなんか最後に救いたいっていう 大事なものを救って死のうっていう、そうそうそういう感覚の人が、うん、すごいこの木のその持ってるさっきの白い塊の念からすごい感じるんですよね、うん、でもできれば幸せになりたかったんだろうけど、うんうん、それが叶わないから命を絶つしかなかった、うん、もうだから選択がそれしかできない状態の人たちだったんじゃないかな、はいはいはい、だからやっぱ見つけてもらえる場所と、うんうんうん、こうやって思い出が残って、まあ、公園なんで、うんうんうん、結構有名な公園なんで、うん、思い出が残っている場所、うんとかここを選ぶ人がいるんだろうなっていう気がしてます。はい、ということでちょっとまあ今回、ね、悲しい結末のお話も聞きましたけれども、はいはい、まあ本当に悩んでる方とかめちゃくちゃいると思いますし、うんうんうん、まあ、僕も不遇不遇でいろんなトラブルあって、まあ、すげえわかるんですけど、はい、あの本当に心が弱った方はね、うん、そういう機関とか、うん、いろんな周りの方とかもう一度頼って、うん、もうこういうところに絶対に来ずに、うん、そうですね。そう。頼れるところに頼って、うん、うん、もう命を全うするっていうのがね、ほんと大切だと思いますし、うん、まあ、こういう公演はね、まあ、先ほども言ってましたけれども、その、楽しく幸せな、そう、うん、過ごす場所です。そう、うん。だから悲しい思い出で終わるんじゃなくて、もう幸せなまま、うん、使えたらいいなと思っておりますので、皆さんもぜひ、はい、チャンネル登録、デイトナのチャンネル登録、お願いいたします。お願いします。お願いします。デイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、 UFO、 宇宙人に関する情報など下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。